男性の経営者の方で、生年月日がですね、昭和28年4月2日以後、昭和30年4月1日生まれの、方ですね。これらの方の老齢年金の基本的な形をまず見てみますとね、60歳から61歳までは公的年金は受けられないというのが基本ですね。で、61歳から報酬比例部分のみの年金を受けられると。ただし、その役員さんの場合はね、経営者の方の場合は報酬が高い方が多いですから、通常まあほとんどのケースでこの報酬比例部分はね、全額支給停止になっている方が多いと思います。なる方が多いと思います。で、65歳になられますとね、老齢基礎年金は報酬との調整がありませんから、まあ、全額受けることができると。ただし、一方ね、老齢厚生年金は、引き続き報酬が高い方ですと、まあ、全額支給停止になる方が多い。あるいは一部支給停止の方もね、報酬が、あまり高くない方はね、そういう方もありますけれども、まあ、支給停止になる方が多いということですね。で、一方、役員報酬最適化という手法をね、活用いただきますと、役員報酬の年間総額は変えずにですね、支払い方だけを変えることによって、61歳から受け取っていただく報酬比例部分も全額ではないですけれどもね、かなりの部分を受け取ることができるようになります。で、65歳からの、年金も、老齢基礎年金だけではなくてですね、老齢厚生年金も受けることができるようになります。65歳からの老齢厚生年金は、役員報酬最適化を活用することによって、全額受けていただくことも可能となります。ご関心ございましたら、お問い合わせください。